程度の大きさでで主にゼンマイバネで駆動する名前の由来はちょろちょろ走るキュートな車から来ている。プラスチック製のス詰ズマリにデフォルメされた自動車玩具として発売された。同僚区分には当時の新素材であるエンジニアリングプラスチックを利用し小型軽量で特筆すべき脱出力を発揮する。また、車体後部のプレート部分に10円玉を差し込むことで 後輪に重心がかかり、ウイリー走行ができる。前身となる、豆ダッシュ開発時は、ミニカーは、自動車玩具の定番として、人気を博しており、宝もミニカーのシリーズ開発に乗り出し、他社製品との差別化のために動力を搭載することとなった。当時は動力を搭載したミニカーは少なく、あっても、電動式モーター内蔵であったため、小さな車体で活定年齢の子供でも、 遊びやすいようにとの配慮及び省エネルギーを考慮して全イ動力が考案された。またデフォルメされた車体は1970年代前半にデイブ・ディールによって考案されたバグトイの影響を受けたと考えられ当時の自動車雑誌の読者投稿イラストでの車の絵が現実的なものよりも車の特徴をディフォルメしたものが多かったことがヒントになった。 結果的にリフォルメしたすんずまりの車体と全イ動力という組み合わせは直進安定性を欠き従来の考えだと自動車玩具として欠点をはらむこととなったが宝はあえてこれを後のネーミングのようにちょろちょろ走ってどこへ行くかわからなくて面白いと特徴として押し出した前述のウィリー走行も重りを乗せて直進性を悪くするという考えから生まれたものである 開発時は、宝社内での評判は芳しくなかったが、街の人々に試作品を見せたところ、高校生グループから大好評を得たことで、全国販売が踏み切られた。価格的には1970年代末当時の児童が購入しやすい安価な製品であり、その小ささと走行力で人気を博し、宝の主力商品シリーズにもなった。1970年代は、 スーパーカーブームの最中であり、当時の子供たちはラジコン模型自動車に憧れを抱いていたが、当時のラジコンの値段はまだ数万円と高価であり、それに対してチョロ Q は350円という破格の安価であることも人気の要因となった。漫画雑誌コロ,コロコロコミックでチョロ Q を題材とした漫画049太とが連載されたことも人気の後押しとなった。プルバック式ゼンマイで走る。 携帯はうまくデフォルメしてあり、丸っこく愛嬌がある。また、改造の余地が大きいことも人気につながった。一例として、和歌山県田辺市の玩具店である、米倉人形店は、以前からロボットやレーシングカーの改造コンテストを行っていたことから、チョロ級の改造を呼びかけてもらったところを好評を得、これが全国キャンペーンにつながり、1年間で1000万個を、 売り上げるほどの大ブームとなった。一時はゲームの人気に押されて低迷したものの、1995年以降、子供時代にチョロ級で遊んだ30代、40代のファンやコレクターが人気の担い手となる形で人気が回復した。2000年代に入っても小学生低学年層を中心に人気を博したが、 少子化や若年層の自動車への関心低下もあり、2000年代末期以降は次第にシリーズ展開を縮小。2015年を最後に後日のゼロを除く新製品は途絶えており、タカラトミー販売ブランドは地方限定品のみの発売となっている。タカラトミーは毎年9月9日を9と9の語呂合わせでチョロ9の日と制定している。自動車をモチーフにした。 スタンダードシリーズのほか数多くのシリーズ展開がなされている。また、企業やディズニーキャラクターなど、様々な形のコラボレーションシリーズのチョロ球も発売されている。限定ものも多く出ており、自動車ディーラーが顧客サービスに新車を模したチョロ球を配布したり、全国各地のバス会社が自社路線バスや観光バスを模したものなど、いわゆるご当地チョロ球が、 数多く発売されている。自動車のみならず、バイク、戦闘車両、鉄道、航空機、客船、珍しいものでは、ダシやロボット、怪獣、プロレスラーなどまでチョロ級になった。1980年代のブームの際、独自にカラーリングしたり軽量化を楽しむ児童もおり、月間コロコロコ,ロコミックなどとのコラボレーションによって、ベースセットや、 改造セットなどの関連グッズが多数発売された。標準的なチョロ級は部品が一部共通化されており、車体がおのおのに衣装を凝らした形状をしているが、後述するエンジンと呼ばれる全米、変速機のユニット、前輪シャフトタイヤとホイールは一貫して同サイズのものが使用されており、ネジを一本外すだけで分解して部品交換できる構造から、いわゆる チューンアップを行いやすい。特に競技用に特化されたカスタマブル、スーパーカスタマブルチョロ Q は、分割式のボディに加え、ミニ四駆を思わせる、フロントバンパーとガイドローラーを装備している。また、人気の影で、コピー商品も大量に出回った。メーカー不詳の粗悪品や、食玩のおまけ、模倣品騒動で知られた、コスモス、果ては、中堅や大手の玩具メーカーですら、 ほぼ同一構造の小型自動車玩具を発売していた。現在でもゲームセンターの景品や100円ショップなどで数多く見られる。以下のシリーズはすべて商品展開が終了している。チョロ級に搭載されるゼンマイはエンジンと呼ばれ様々な種類がある。基本的に素材はエンジニアリングプラスチックを主体としてゼンマイと負担のかかる軸の一部に金属部品が使われている。 ゼンマイ部分は過剰に巻かれると自動的に収納された円筒内部で滑るようになっており、プルバックで十分巻かれたゼンマイが出すカチカチという音は同シリーズを象徴するものとなっている。このプルバックはエンジンユニット内部のギアが所定箇所に滑り込む形でギア比が変更され短いプルバック距離で動力をゼンマイ部に溜め込む。手を離すと このプルバック用ギアが前進のためのギアに切り替わり、同製品に特徴的なダッシュ力を発揮する。車体を軽量を多化しすぎるとタイヤが空転してしまうこともあるため、その場合は低トルクのエンジンが選択される。走行時は最終的にゼンマイに蓄えられた力が完全に解放されきった段階で、後輪タイヤは空転するようになっており、あとは 車体の惰性で滑走するようになっている。はめ込み構造で作られており、爪部分を工具でこじ開けることで分解することも可能だが、小さな部品が多く、カスタマイズではエンジンユニットの交換が主体となり、内部にまで手を出すことはあまりない。チョロ級は蒸気の標準サイズのエンジンを使わないものも製品化されている。宝富井チョロ級 ハイブリッドへ進化、男のロマン伝説ボリューム63、ドリームメール、ユナイテッド、2014年12月17日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年12月11日閲覧、ABCDE、チョロ七7 9 2 9 9九。湯川大輔ほか編、宝監修、小学館、1999年、12ページ、 ISBN 978から4から09から10二2804から 4ABCD くしまつとむ少年ブーム昭和レトロの流行物証文者2003年265から267ページ ISBN 978から4から794965615リフォルメ帳バグトイの物語スピードキングネコパブリッシング 2005年2月28日、ABC、疑問解決文次郎、チョロ Q って、おもちゃなの朝日新聞朝日新聞社、2008年5月12日、東京長官、25面。コンバットデイジックで時給の戦車版を開発するにあたり、この商品には大先輩である、コンバットチョロ Q に敬意と、願わくばその伝説に、少しでも近づけるように、という願いを込めて、 コンバットデジキューと命名したのです。マイコミジャーナル記事、トミーの技術と宝が育てたブランドの創造効果で生まれた商品なんです。地位書ョ原表、CQ モーターズ、2003年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ、2015年12月11日閲覧、宝、実写版、チョロキューの製造を中止、nari.com 2010年9月21日へ閲覧。宝の佐藤慶太社長は実写版チョロ Q が最近は月に1から2台程度しか売れなかったことも明らかにしている。ありがとうございます。